6月7日ってもう過ぎてるじゃん。そっか、もう西宮は18歳なんだな。来年はちゃんと一緒にお祝いしような。あ、一緒にって言っちゃった。どうしたの？え？花火まだ終わってないのに。勉強。そっか。あ、俺送るよ。でも。そっか。じゃあまたな。あれ？姉ちゃんは？あ、そうだ石田、ちょっとカメラ撮りに行ってくれ。お邪魔しまーす。暗っ。西宮、入るぞ。あったあった。充電はあるか？こっから花火見える。ん？西宮、いるじゃん。西宮？ちょっと待って。何してんの？西宮？西宮？もう一振り、俺に力をください。もう嫌なことから逃げたりしません。明日から、みんなの顔もちゃんと見ます。明日から、みんなの声もちゃんと聞きます。明日から、ちゃんとするから。ああ、あの時つけた傷。俺ちゃんと謝ったっけ？ごめん。ごめんな西宮。まだ怒ってる？あ、しまったな。西宮に俺のことどう思ってるのか聞いとけばよかった。ちなみに西宮、俺はさ、
パさん。あら、ゆずるちゃん。やっと会えた。店電話しても留守だし、面会もダメって言われたから。ああ、それならもう大丈夫。今日から部屋移動したのよ。一緒に行きましょう。顔見せてあげて。おばさん、あの、翔子。石田さん。西宮さん。あの、西宮さん、ごめんなさい。また、こんな形でご迷惑をおかけして。すみませんでした。やめてください！きっと息子がまた、翔子さんに何かしたんです。じゃなきゃ、あの、おばさん。石田はうちのバカ姉ちゃんを助けてくれたんです。俺の監督、冬木との木です。ごめんなさい。どうか、どうか顔を上げてください。翔子ちゃんが無事で何よりです。ゆずりちゃんも、ね。お願いだから。なんで石田が傷つかねえといけねえんだよ！悲劇のヒロインぶってんじゃねえぞ！なんか言えよ！私は、みんなに迷惑かけて、とっても傷ついたので、自殺しようと思いました。ごめんなさい。か、とんだ思い上がりなんだよ！おい、西宮、お前、マジ解約なんだよ。あんたみたいに、てめえの頭の中でしか物事考えられねえような奴が、一番腹立つんだよ！お前誰だよ！お前、西宮の母親か！ダメちゃんと世話できねえんだったら、ガキなんて産むんじゃねえよ！何やってるの？やめなさい！やめなさい！なんで？何してるのよ？翔子さん。